この試合は団体戦。そっちはどうなの？こちらのサポートはただ一人、我が弟イサミ・アルディーニだ。でもその弟キュン、本当にキュルのかしら？なんて間も惜しまないの。みんな出てらっしゃい。シェイクをハートとバディで振り鳴らすなよ。はい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 。どうしよう。どうぞ召し上がれ。美しい。ひらめく極彩色のムースが次々と口の中で踊る。インパクトと満足感、でも後味はさあ、これにどういう連携で対抗するの？アルディーニキュン。よう、タクミ、お困りらしいじゃねえか。別に君を呼ぶつもりなど微塵もなかったが。まあ、話が早いな。だけど、きっと相馬くんなら。おい、ここはみ出てるぞ、タクミ。うるさいな。作業スペースは限られてるんだ。いちいち騒ぐな。この線から俺の代打感だ。ふざけるな。ここまでは俺が使う。いいや、バル渡す。余計なことしちゃダメか。足を引っ張ってくれるなよ、この野郎。こんなでっけえ包丁ちょくちょく預かってやってたの誰だと思ってんだ。なんだと。なんだよ。まあいいや、分かってんな。当然だ。俺たちもベリーヌで行く。なんて大さばきだ。目で追うのも困難。あれはダンザスパーだ。美味しさを加速させることができる。取り立て。ボナペティ。何？一色だ。白と黒、陰陽の模様に。じゃあまず白い方から。これは茶碗蒸しに近いイタリア料理、スフォルマートをベースにしたものね。おい、スフォルマートは。この風味、スポン。ええ、チーズと。スッポンのベリーヌス。それなら自分で試してみればいい、ドンカーマ。好きなだけ混ぜて味わってみな。なんよ、染み渡るようなスッポンの出汁とチーズ、バターの旨味、風味がしっかりと溶け合い、舌を美味しく眠ってくる。こんなアミューズワインまだかつて食べたことございません。お前を下す勝者はアルディーニ雪平ダッグ。グラスタイム。